こんなところで100キロ以上で曲がるってすごいな、やっぱり。はい、ここメインストレートコース。フラッグ。そうそうそう。うん、駐車禁止ほらやられてる。ほらナンバー取って、あこれすぐ来る。日本でも同じ感じですか。駐禁係がおっちゃんですか。駐禁担当知事。防ぐにしてはチャッチ壁線、ここスイミング、メルボルンのスイミングのスタジアムっていうかあって、本当のスタジアムはちょっと全然変わっちゃう、違う、うん、もう全部すごく変わるな。